12時半だから1時までですね。ケンジさん、かわいい、ありがとうございます。カンさん、キノコレインボースター、ありがとうございます。お昼はね、お蕎麦を食べました。小エビ天そば、いつもの食べました。よし、おはよう。チキン南波さん、ファイト、ありがとうございます。サキショさん、お疲れ、ありがとうございます。こんにちは。そうそう、お蕎麦にハマってまして。だし巻き卵と煮卵買ってきた。おお、ナイスです。ハットのおっさんさん、ありがとうございます。キノコ、毒キノコ、ありがとう。めっちゃそばハマってるの。そう、トラ、今日はね、今日の第2枠目はあれだよっていうやつで、前髪分けてんのにさ、これかぶるとなんか変な感じ。こんな取らんだよ。ちゃんとね。そうなんですよ。コカジさん、似合う、ありがとうございます。ありがとう。ケンケンさん、レインボースター、ありがとうございます。噛みつく顔、こんな感じ。手もちゃんとあるんですよ。ダウさん、かわいい、ありがとうございます。コスプレみたい。こんにちは。うん、おかじいさん、いいね、ありがとうございます。そう、手もちゃんとあるんですよ。甘髪姫、甘髪はいつだって君らしい愛しか、踊ったことない。そうなんですけど。キンキンさん、ありがとうございます。ペンライト、ありがとう。肉球スタンプ会。ハイドさん、似合う、ありがとうございます。かわいいね、これ。ガチ噛みしそう。噛み癖あるかも。でも、え、すごい、指出せる。え、すごい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 、指がちゃんと開いてる。すごくない？初めて知った。すごい、通気性、ちゃんと指先でこう扱えるように。すごい、かわいい、やったー。野生のまこです。かわいい。ピンなんだけどね、今は。夕方の配信までにはメイクするので許してください。そう、指焼け、確かに。ここだけ焼けそう、ストで感染してたら。噛み癖ある人もいれば常り癖、確かに私噛み癖かもしれない。ね、冬はあったかい。確かに冬は指先出さずにこのままさ、ここまでしとけばさ、よくない？すごい画期的なやつですね。
あれあれでということでいっぱいね持ってきたので今日はじゃじゃーん、何にしよう。いっぱいねあるんですけど、なんだろう、ミニクッションキーホルダー、背中にね、背中にちゃんとこれあれなんですよ、あれとかやったら全部あれになっちゃう。じゃーん、あれって書いてる。すごいなんかムキムキですねこれ。あれはあれ、私はあれできそう、できるかな、してくれたらできますようにね。確かにマジックね、だんだん減ってきてるので、これはあのなんだっけ、スピードくじで引きました、コースター。そう、ヤッホーって感じです。めっちゃ可愛い、やった。今日はデーゲームね、2時から。これはあのファンクラブ限定のやつなんですけど、ピンズコレクションっていうね、なんかもらえるやつなんですけど、球場でそんな日があってファンクラブでみたいな、なのでそれをねもらいました。この青柳投手と浜地投手のピンがあります。集めてね、いいですよねこういうの、すごい記念品です。こっちにはいろいろありまして、こちらにもね、トラホーとかマジック10です。こんなもの、私の推し選手です、近本浩二選手、昨日復帰されて、そう。いいですね、行きたいね現地も。もうチケットはないんですけどね、全部完売、全部完売してます、最終日まで。今年なんか行ったんですかね、結構行った気がする。でもジョヤさん、いいね、ありがとうございます。そう、本当に皆さんの推し選手は誰ですか。ね、近本選手。近本選手推しです。初見です、ありがとう。糸原選手、あ、阪神ファンです。星全部投げる。お願いします。高校野球はね見に行けてないんですよ。でも通りました。何ですか、あの鳴尾浜行った時に帰りにね、めっちゃ高校野球やってましたね。これはキータですね。森下選手、バース、岡田監督、みんな渋いですね。サトテル、おー、いいですね。みんな渋い、渋いな。鳥谷さん、わかる、私も永遠の推しです鳥谷選手は。
ずっとね物心ついた時からあの鳥谷選手が好きです。才木投手、おー新庄監督、うん、これねあるかな、これは最近のですけど、にはなさそうやけど、これは違うか、これは背番号なしやな。これのねピンク、これ多分結構最近のユニフォームなんですけど、ピンクの昔にね一番最初に買ったユニフォームにあの鳥谷選手の一番のねつけてます。今はね森下選手が一番を受け継いでるんですけど、そう鳥谷選手時代の一番をねつけてました。ピンク可愛いよね、わかる。でも個人的には青も欲しい、青が好きだからそう。かきぴーさんありがとうございます、レインボースターねえ。ああ森下選手がもう一番をもらってて、本当に期待値がすごい高いなって思いますね。パンダタカさんありがとうございます。だるま、いつから阪神ファン、生まれた時から阪神ファンですめっちゃ小さい時の画像あるかな、ちょっとめっちゃ小さくてね、時からロケット風船こうやってやってる写真とかあります。なんか小学生の頃とかってあれですよね。かきぴーさんタコありがとうございます。かきぴータコさんありがとう。そうタイガースが優勝した年にそう生まれたんですよ。2005年にリーグ優勝した時に阪神が私が生まれて、そして今年もね私があの甲子園グルメ大使になった記念すべき年にあれをするかもっていうなってるので、本当にねすごい私的にあれですね、ビッグイベントっていうかすごい運命を感じてます勝手に。そう父親の影響で、そうなんです。サンシュート監督にありがとうございます。そうだから初めてあれを見る、そうそうそう、うん縁、そうなんです。道頓堀は飛び込まないでください鳥谷選手もね言ってたから、昨日やっけ、一日署長みたいなやつで、そう五重箱地帯がありがとう。 JFK は時代だ、ふっかーさんタコありがとうございます。かたこさんありがとう。ねえ学校の同級生に、でもなんか高校が兵庫だったんで、それもだからめっちゃね阪神ファンでした、ほぼかオリックスどっちかですね。まあずっと関西なんでどっちかですね、結構あんまり巨人とかはいないかも、うん、ほぼ阪神、多分あれですよね、ついてるテレビがもう阪神をやってるのしかないからさ、だから必然的に阪神ファンになるんですよね多分。そうですね、阪神オリックスも多いですね、結構オリックスファンも多いかも、知り合いとかだと。ちょっと鼻かみますね
そう、ブンズさん、フッカーさん、ありがとうございます。ペンライトありがとう。カルちゃんさん、フッちゃんさん、ハテッパありがとうございます。え、東京阪神してないんや。えー、そう、日本シリーズで関西ダービー見れたらね、いいですよね。そう、宮崎に巨人ファン、そうなんや。キャンプとかですか、今月中に。あれ、うん、結構ね、私の友達っていうか周りには野球ファンが多いですね。そうです、阪神ファンが多いです。カルチャーさん、レンボスターありがとうございます。ね、今日買ってほしいね、買ってほしい本当に。まだまだ野球見たいですから。オフシーズンはちょっと寂しいからね。ごめん、俺巨人ファンやね。巨人ファンの方でもね、全然いいですよ、仲良くしてください。でこの球団のファンの方でも、中学生ぐらいはね、毎月更新、すごい、根っからの虎党ですね。阪神で一番好きな選手は今は近本選手ですね。うんうん、昼休憩です、こんにちは、こんにちは。MLB は全く、そうですね、あんま見ないです。でもなんか速報とかは撮ってます、来ましたから。そう、誰々選手が登板とか来ますね。大谷選手が何十何号ホームランとか。そう、タツさん、ハートいっぱいありがとうございます。キムケイさん、ありがとうございます。毒キノコ、ありがとう。こんにちは。私のメガホンはこれです。よいしょ。これもね、買いました。グッズ。かけるやつ。コカジーさん、レインボースター、ありがとうございます。これは、めっちゃ前に買ったメガホン。いつやろ、2000何年とか。わかんないけど、めっちゃ前のやつ。カンフーバット。コカジーさん、いいね、ありがとうございます。こんなんです。フッカーさん、アイスありがとうございます。かわいいよね。カルちゃんさん、キノコ。ダンさん、ラブレターありがとうございます。イベントで知って可愛くて気になってます、ありがとうございます。もっともっと気になってください。いちさん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。かっ飛ばせー。ふっちゃんさん、ありがとうございます。レインボースター、イエーイ、いいですね。いい、つら、かわいすぎてさ、ハートいっぱいありがとうございます。そう、 SMS 認証、皆さんお願いします、お願いしたいです。これをね、忘れちゃうと本当に全部意味なくなっちゃうんで。つらさん、ありがとうございます。あと絶対にしてください。リーダーさん、花束ありがとうございます。フッカーさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。いい、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こ
こんにちは。この枠は1時まで配信します。その次が、6時から7時、その次がこれですね、9時から10時、1時間ずつします。こんばんは、こんばんは、こんにちは。土曜日皆さん何してますか？今これからね、ちょっと6時までちょっと時間があるので、そう、何しようかしら。じゃあその格好で甲子園、これではさすがにまだ行ったことないですね。そう、夜までに卵買いに行ってください。そうです、香水の会は必見だね。試合は見るよ、もちろんつけてね。そう、明日は8時終了です。そうそう、何でもいいですよ、卵ならうずらでもいいし、何でも。卵、めっちゃ卵あるやん。カルちゃんさん、ありがとうございます。フッカーさん、ラブレターありがとうございます。このイベント上位になると、上位3位に入ったら最終審査に行けて、そこからレギュラーモデルが決定します。3週50万こっち、ありがとうございます。ふっちゃんさん、リスありがとうございます。冷蔵庫卵14個結構あるな。こんにちは。夜は何配信するの？次が香水とか、なんかハンドクリームとか、いろいろ匂い系紹介できたらなって思ってます。3週50完了ありがとうございます。やっほー。最終枠は卵を食べるので、皆さん卵を準備してくださったら嬉しいです。ギリ3勝終わった、ありがとう。そろそろ甲子園に向かう、いいね。甲子園グルメは唐揚げ丼食べてください。何でもいいけど、今日はちょっと気分が唐揚げ丼なので。ふっかーさん、ファイトありがとうございます。からマヨ丼美味しいですよ。あとケンタッキーの、あの甲子園限定のなんだっけ、シェイクみたいな、いちごシェイクは絶対飲みます、いつも。おはようございます。焼き鳥も食べるし、かき氷も食べるし。か、あと湯浅選手のあの味噌カツ、味噌カツ丼と、近本選手の塩カルビ丼めっちゃ美味しいんで、本当にあの2つはマジで食べてほしいです、絶対に行ったら。そう、ホームラン券、ストライク券かな、ストライク券の、 あの混ぜそばもめっちゃ美味しいので食べてください。宣伝です。こんにちは。チュロスも美味しい。こんにちは。本当にね、いっぱい美味しいのがたくさんなので、イカゲソ、え、イカゲソなくなったと思う、焼き鳥、そう、タコになったのかな、イカがなくなったんで、ゲソがないみたいな、そうなってた気がする。可愛い子いるって聞いてやってきました、ありがとうございます、来てくださって、ね、ケンジさん、ハテッパありがとうございます。ありがとう。
カレー、あ、いいですね。カレー初見です、ありがとう。そう、みちゃぴーが食べたいって言ってて、6月ぐらいに亡くなったらしいです。そうなんですよ、タコになってた、なんでだろう。新車買ってきます、すごいね。200万差つきそう。ありがとうございます、皆さん本当に。卵はたらこやいくらでも、卵なら何でもいいです。あと3分、ちょっとランキング見ます。13位、ケンジさんありがとうございます。12位、イチさんありがとうございます。11位、カルちゃんさんありがとうございます。10位、フッちゃんさんありがとうございます。9位、キムケンさんありがとうございます。8位、ジュンヤさんありがとうございます。7位、サキショさんありがとうございます。6位、ハイドさんありがとうございます。5位、チキンナンバさんありがとうございます。4位、カキピーさんありがとうございます。3位、ダンさんありがとうございます。2位、フッカーさんありがとうございます。1位、コカジーさんありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう。そうですよ、前足、そっか、これ前足なのか。3日はでした、やった、スクショタイムしとく。じゃあよし、はい、終わり、ありがとうございます。3週間に合った仕事戻ります、ありがとうございます。育休、育休がすごい位置にあります。次は6時から7時の1時間です、お願いします。おかじいさんかわいい、ありがとうございます。星投げとありがとうございます。また次会いましょう。香水とか紹介ですね、匂い、匂い紹介です。次はちょっと言うこと考えときます。ありがとうございます。お昼にお仕事の方も頑張ってください。2時からの阪神戦も見ましょう。香水歌っちゃう。君のドルチェ&ガッパーナ。ありがとうございました、またね、会おうね。よいしょよいしょ。